俺、来た道を戻らないから覚える必要はない。自分の来た道を突き進むだけだから。はい、どうも、こんにちは、マガレツです。今日なんですけれども、 PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、今回ですね、なんとリーク情報なんですけれども、何言ってんのマガレツって、お前頭おかしくなったんかって多分思ってる方いらっしゃると思うんですけども、元から頭はおかしいです。はい。今回なんですけど、タイトルとかサムネとかにもある通り、もしかしたらですよ、これ、もしかしたらローランドさんのボイスチャットが PUBG モバイルに今後登場するのではというリーク情報がありまして、いや、これはね、むちゃくちゃ面白いですし、俺はいいなと思うんですけど、で、今回そのローランドさんがなぜね、この PUBG モバイルにボイス実装されるんじゃないかと言われてる理由がこちらになります。はい、これ。今出てると思うんですけども、こちらの画像、まあ、ボイスのね、ところにイラストがね、顔のイラストが貼ってあると思うんですけど、これローランドさんにしか見えないんですよ。え、その他誰いますかっていう感じなんですよ。一番左の上に、まあ、ローランドさんっぽいイラストがあって、その他は、海外のグローバル版に実装されるキャラクターごとのボイスらしいんですけれども、まあ、この中に日本版限定のローランドさんのボイスが入ってるんじゃないかって言われてるんですよね。まあ、見る限りそうなんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどう思いますか？まあ、これ確定事項ではないので、間違ってたら大変申し訳ないんですけど、まあ、でも僕もそれにしか見えないんですよ。だから、実装されるんじゃないかという話なんですけれども、いや、僕ね、実はローランドさんめちゃくちゃ大好きなんですよ。で、この方はですね、まあ、ファッションモデルであり、タレントであり、ホストであり、実業家っていうね、多種多様に対応できるような、まあ、タレントさんということで、ツイッターとか見ててもね、ものすごく面白いんですよ。ちょっとね、そのローランドさんのね、名言、ちょっと皆さんにね、お見せしたいと思います。これがボイス実装されたらむちゃくちゃ面白いだろうっていうのをね、見せていこうと思います。まあ、あくまで今回これ確定事項ではないので、そこだけ踏まえて聞いていただければなと思います。で、この方ツイッターで視聴者さんとか、ファンの方が質問をするんですよね。で、その質問箱に対してのコメントがすごく面白いということで、すごいあの前から話題になってるんですけども、まずこちらですね。ローランドさんが現役時代に誰よりも早く家に帰ることを徹底して理由を教えてください。これ視聴者さんの、質問なんですけど、これに対してローランドさんなんて言ったか、これです。虹はなぜ美しいか、それはすぐ消えてしまうからだ。まあ、早く帰ることが、まあ、美しいんじゃねえかって言ってるんです。これめっちゃ面白いですよね。もう一つや二つぐらい行こうかな。ローランドさんは運転中信号待ちでイライラしたりしないんですか？その問いに対してローランドさんこちらです。そりゃ信号だってローランド見たら惚れて真っ赤になっちゃうよなって感じで、信号機可愛い。こんなん言えねえよ。こんなん素で言って言えないよ俺。これ俺言ってっから気持ち悪いけど、ね、ローランドさんだから許されるんですが、俺が言ってるわけじゃないからね。ローランドさんが言ってる言葉ですからね。で、まあ、ローランドさんっていつもサングラスをかけてるんですよ。で、その視聴者の質問が、何のためにいつもサングラスかけてるんですか？その問いに対して、ローランドさん、否認。意味わからん。それは意味わかんない。それはわかんないわ、俺。ちょっとぶっ飛びすぎてて、いや、めちゃくちゃ面白いんですけど、まあ、こういうね、もしかしたら、ボイスが実装されるんじゃないかっていうリークですね。はい。はい。皆さん、いかがでしょうか？まあ、より PUBG モバイルが、なんか面白くプレイできそうな感じはしますよね。まあ、でも実際にありえないことではないのかなと思います。芸能人の方では、ガクトさんですとか、声優さんとかもね、起用されてたりとか、小野賢章さん、花江夏樹さん、山寺宏一さんなど、数多くの有名なタレントさんや声優さんなどを起用していますので、まあありえない話ではないかなと思います。僕的にはね、実装してほしいなと思ったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか？ぜひ実装してほしいなと思っていただけた方は、ぜひグッドボタン、高評価よろしくお願いします。この情報に関しても何かね、コメントとか、ありましたら、ぜひコメント欄の方にね、ぜひ書いていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあということで、それではまあ時間も余ってますので、今回はね、後半は某有名な女優さんとね、出会ったっていう動画を流していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。ロカちゃんっていなさすぎやろ。何？大丈夫？パブジーロカちゃんマジで大丈夫かね。これしかいないぜローカルチャット。もっとバー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 来るもんじゃないの。曲がれ2言うてる。おはよう。おはよう。曲がれ2言うてますよ。おはようって言って、深田エイム、すごい、深田エミさん好きです、俺。よろしくお願いします。めっちゃ好きなんですよ。いつも見てます。はい。いや、何とは言わないですけど。くだんな！お前、名前くだらねえよ。いや、久々になんか、こういうやばい人たち来たな。いる？敵。オッケー。多分結構強いぞ、このマッチ。敵。俺の予想としては。ちょ、面白いことやって。あとで面白いこと頼むよ。いや、女の人なんですかね？男の人なんですかね？でもこんなことやるの多分男っすよね。多分男性の方だと思うんですけど。
中身は。うお、強え！やるやん！深田 M のマイクロウージーがうずいてるわ。すげえ。すげえっすね。そんな激しい鍋ある。やっべー、やるなぁ。深田エミのウージーうずいてるわ。やばいって、キモいって、そのやり方。あれ、こいつやばい、マジで。そこで伏せんのないだろ。あ、大丈夫？やばいじゃん、それ。すごい、いらっしゃるモーディン。よっしゃ。あ、死んだ。あ、ナイス、ナイス、ナイス。感度高めですよ。私感度高めです。あ、そうなんですか。やばいです、ね。わかったよ。わかったよ。感度高め。わかって。感度高めらしいです。設定が。オッケー。P90をなめなさんなマジで。え、深田由美さん翻訳できるんですね。やっぱあれか。ちょっと出していってください。翻訳。せっかくなら。出していけば出していくほどね。編集点多ければ動画になりますから。オッケー、ナイス。あ、その上にもいるわ。グレーないんだよな。あ、エム突っ込むね。ほら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 。牽制していく。いけいけ。あ、下降りた。下降りてきましたよ。いきますよ。詰めろ詰めろ詰めろ。なに、やばい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 。ちょっと待ってちょっと待って、なに、ナイスナイスナイス。ちょっとまずいぞ。もう格殺だけ入れとくわ。やべ、来てる来てる来てる、やばいやばい、ちょっと、よし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 、あぶれ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 、回復しましょう。ギリギリのところで勝っていく。ペペ19はぬるぬるっすもんね。あ、違う違う違う、リロードが長いですからね、マジで。ほんとに PP19 は深田あゆみさんいるんで、ペペ使っていくか。仕方ね、ここは PP19 使っていきますわ。は？何？ヤンキーなんだけど、何あいつ。びっくりなんだけど。いや、つまんないでやめてください、そういうの。いきなりね、テンションか。さっきまでむちゃくちゃ、さっきまでむちゃくちゃかまってやってたのに、いきなりね、上げて下げるタイプだよ、俺。翻訳には厳しいんだよ、僕はね。はい。よく言われるんですよ、翻訳で。マガレさん好きって。いや、どうでもいいですよ、そんなことは。視聴者が見てて面白いからですよ。俺のこと好きって言って視聴者が面白いか。いや、逆でしょ。視聴者が面白いのが俺のこと嫌いな奴が参加することですよ。いますよ、敵。この奥にいますよね、多分。Okay. 車置いてありますね。いや、ペペじゃきついか、これ。ふざけんなよ、お前。お前、人生逃げる人生でええか、お前、それ。そんなんじゃ、お前、一生お前逃げる人生を繰り返すだけやぞ。いいのか、それで。お前は本当に。どこ行った、あれどこ行った、あれどこ行った、マジで。一生お前は、逃げろー。当てていく。あ、消えたな、逃げたな。ペペのいいところはね、53発入るところなんですけど、ちょっと弾速遅いんで、倍率つけてもかなり偏差が必要にやってくるんですよね。ペペの難しいところ。ちょっと、あー、え？お前さっきのやつじゃね？回ってきてこっちまで来た、もしかして。絶対そうだ。あ、フレアガン投下してんじゃん、行こうぜ。おれ、絶対いるだろ、この中に。二人はいるね。ちょっと待って、いったまて。ナイス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 。やるやん、サロさんやるやん。ナイスです。あらあらあら。サロさんも撃ってた、これ。めちゃくちゃ落ちてきてない、なんか、一気に4発分ぐらい落ちてきてない。何やこれ、めちゃくちゃ落ちてくるやん。やば。ちょっと まだあるよ、多分。なんでこんな落ちてきてるの、これバグですか。一発だったよね、一発しか俺見えなかったけど。お、AWM、もう、これ美味しい。向こう側にもいるんだね、あそこにあるってことは。ちょっと行こうぜ。いるいる。シャコ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 。片付いてる。あいつ一人か。OK。一人だったね。いっぱい。勝ったら中してあげる。いや、もうつまんないで全部カットっすよ。あの、動画にすらならないです、もう。さよなら。多分タイトルサムネにはならないでしょうね。そしたら多分アップデート情報の後半にあの、くっつける感じですね、多分ね。あ、いる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 。なんだこれ。ナイスの口で皆さん、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ナイドン、ありがとうございました。また参加してください。よろしくお願いします。